ようこの部屋ようこそ。今日は横浜市港北区でピアノ教室を開いていらっしゃいます手島先生に、お越しいただきました。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先生の教室はね、何かすごく長く生徒さんがお通いいただけるような、なんか素晴らしい教室だと聞いたんですけど、はい、生徒さん何どのぐらいまでお通いくださってるんですか？中学生。あ、そうですか、はい、なかなかね、中学生っていうと部活も忙しい、はい、勉強も忙しいってことで、はい、お辞めに、ね、なってしまう方も多いって聞くんですけど、はい、先生の教室は中学生でもしっかり習ってくださるということで、はいはい、何かそれは秘訣とかあるんですか？そうですね、やはり音楽を大好きにさせる、うん、ということを結構頑張ってやっているの で、中学になってもやっぱり吹奏楽に入りながらピアノのレッスンに通ってくれたりとか、うん、はい、ということで、あと伴奏、はい、中学で伴奏をに力を入れている学校も結構多いので、うん、和声コンクールっていうのが年に1回必ずあるので、はい、そこで、うん、伴奏に選ばれるように指導する、うん、あ、そうですか、はい、学年単位でこうコンクールってもあるんですか？そうですね、はい、クラスで何人ぐらい、その、はい、あれですか、合奏クラスで選ばれるというか、は2人選ばれる、2曲出るんですか、はい、ですか、はい、それはすごくオーディションみたいな形で選出はされる、ね、オーディションがあるところもあるし、はい、そのままいけるところもあるし。オーディション厳しいんですか？そうですね、割と厳しい。それでは生徒さんが、はい、先生今度合唱コンクールのオーディションにチャレンジしたいよってこう言ってきた場合は、はい、先生どういうのように指導してくださるんですか？合格できるように精一杯、うん、私の方も頑張って指導させていただきます。結構合格する子多いんですか？多いですね。あ、それはさすがですね先生。じゃあもう先生とこに行けば、中学行ってもそういう合唱コンでしっかりこう活躍できるということで、ぜひですね、横浜市港北区でピアノ教室をお探しの方は手島先生のね、そこにね、お問い合わせくださったらと思います。横浜市港北区手島ピアノ教室ではただいま生徒さんを募集しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。